前回までのあらすじ。 MK ウルトラ計画によって人格を破壊された男ソラキが作り出したカカオとアウラのクローンは、ソラキの命を奪った後に人類の粛清と称した殺戮を開始。その行為を止めに入ったカカオが自身のクローンを消そうとするが、彼の前に立ちはだかったのは短い間とはいえ共に暮らしたアウラのクローンだった。彼女に対して多少なりとも思い出のあるカカオは攻撃を避けるばかり。手を出さないでいると絶体絶命のピンチに陥ってしまう。しかしカカオへの思いを断ち切れずにいたのはアウラもまた同じで、彼女は泣きながらカカオに助けを求めてしまう。こうしてついにカカオと自身のクローンとの戦いが始まるのだった。今晩第5話、ミステリー案内人です。今日でいよいよ最終回ね。一体ラストはどうなるのかしら。俺としてはカカオとアウラが最後にどうなるのか気になるところだぜ。きっとハッピーエンドのはずさ。ねえ、あの兄さん、そうでしょ。ハッピーエンドかは今の時点ではお話できませんね。そんな。案内人さん、もったいぶらないで早く始めてよ。それでは早速見てみましょう。どうぞ。へえ、すごい力だね。今の衝突で分かっただろう。貴様は私には勝てない。まだだ。死ぬまでこの苦しみからは解放されんぞ。カカオ。確かに力では君の方が上だ。だが、それで勝ったと思うのは早計だよ。なんだと？ち、私はクローンとしてより強い肉体を手に入れたはず。なのになぜ？言っただろう。生まれたばかりの君には荷が重すぎるとね。なんだと？どういうことだ？経験の差さ。くそ、どこに？上だよ。この人間風情が、神であるこの私を傷つけるなど図に乗りすぎだ。さっさと息の根を止めてあげるよ。かかってきな。すごい。あの子はさっきの。あんな化け物二人、まともに相手したって勝てやしね。悪いがガキには、自爆してもらうぜ。あのガキ、あれは、ち。カカオ！これは参ったね。坊や。よし、これで一人は消えた。あと一人も仕留めるぞ。オッケー、脳天ぶち抜いてやるぜ。うん？暗い。なんでだ？てめえ、いつの間に。君らのおかげで助かったよ。さらばだ。え？なあ、おい、皮肉な話だな。そうだろ、カカオ。どういう意味だい？どういう意味だと？幼子に爆弾を巻きつけ、私たちを始末しようとしたあいつらは正しいか？爆弾だと知りながら、こちらへ走ってきたあのガキは正しいのか？そして、あのガキを助けた貴様のこのざまは何だ？奴らは皆、犯罪を犯しても神に来れば許してもらえると思っている。死ぬ直前に神へ懺悔すれば許してもらえるとな。私はな、貴様らにとってそんな都合のいい存在では決してないんだ。うわっ。君は神なんかじゃない。人間である僕から作られた偽物だ。正直な話、貴様の認識など関係ない。どちらでもいいんだ。選別しなくてはいけないんだ。神に許されし者とそうではない者。私はそのためにこの世に生まれてきたんだからな。
それを成し得なければ私がこの世に生まれた理由など。狂った思想をまとわされた君もまた被害者だ。だからこの僕が終わらせてあげるさ。狂った思想か。悪いが終わるのは貴様だよ、カカオ。死ね。やめて。邪魔をするな、アウラ。この、話せ。どういうつもりだ、貴様。使い物にならないだけならまだしも、この私に盾つく気なのか。だって、カカオ、協力してあげる。アウラ、君は、あれは化け物だよ。一緒に、始末しよう。ふざけるな、この、愚か者が。アウラに気を取られすぎだよ。なんだとは。ふふふふ。意識が散漫だね。クソが、調子に乗るなよ。貴様ら、神の怒りを思い知れ。油断するなよ、アウラ。わかってる。アウラ、私を始末することがどういうことかわかってやってるのか。この世で、肉体強化を受けたクローンは私たち二人だけだ。もし私の命を奪えば、貴様は正真正銘天涯孤独だぞ。この世に唯一存在する化け物は貴様だけになる。それに、耐えられるのか？私の存在を否定し、化け物と罵るのであれば、それは貴様も同じこと。そうだろう、アウラ。お前の唯一の理解者にして仲間と呼べる存在は私だけ。お前が化け物と呼ぶ私だけなんだぞ。アウラ、耳を貸すな。孤独とか化け物とか粛清とか、そんな難しい話はどうでもいい。なんだと。よく考えるんだ、その足りない頭を使え、アウラ。私はただ好きな人の幸せを願ってるだけだから、それを邪魔するあんたを始末するのよ。愛だと？ふざけるな。愛の欠如が敗因なんて、誰よりも人間臭くていいじゃないか。さよならだ、僕。うぅ、畜生。結局二人とも満身創痍だね。とはいえ勝ったんだ。さあ、ひとまず帰ろうか。うん、このチョコレートパフェも美味しいよ。君はお菓子作りの才能がありそうだね。そう？帰るってあの家？他に僕らに帰る家なんてないだろ。そうね、今思えば素敵な時間だった。最初は殺し屋と暮らすなんて本当に最悪な気分だったけど。アウラ、ゆっくりこれからのことを考えよう。君の行くあてが決まるまでくらいは部屋を貸してやってもいい。でも相変わらずチョコしか食べないんでしょ。あんたってほんと変わってて、そして優しいわ。でも私は帰れない。ううん、帰らないよ、カカオ。なんだって？あなたに依頼したいの。殺しの依頼。それがどういう意味か分かってるんだろうね。もちろん。私だっていつまでも夢見る少女じゃないわ。他の人じゃダメ。あなただから死を受け入れられるの。そうか。僕は今まで何人もの人間の死を見てきた。アウラの目を見ればわかる。覚悟は決まったようだね。ええ。家族に売られて、ついには人でもなくなった。でも最後に自分の死に方を選べる私は幸福だと思う。そうだね。人間はある日突然死ぬ。未練なく死ねる人間なんていない。貧富幸不幸に関わらず、死だけは平等だ。だからこそ人はもっと死を尊ぶべきだろう。でも君のように罪のない人間に死を届けることは少し考えてしまうね。カカオ、僕もまだまだ未熟ということだ。プロの殺し屋に感情は不要だというのに。
どうしたの？最初出会った時に君を助けたのは、ただ情報を聞き出したかったためだ。共同生活を送る時だって、君はなんて口うるさい女の子だろうと思ったよ。あら、失礼しちゃうわね。あなたがデリカシーなさすぎなのよ。なんでだろうね。どうして人というのはこうも愚かなんだろう。人の幸福を理不尽に奪い、命を奪い、尊厳を奪う。何の罪もない君の命をね。カカオ、僕はそんな人間たちに復讐するために存在する。なのに今、僕は君から依頼を受け、君の命を奪おうとしている。不思議だね。普段はこんなこと考えもしないのに、よっぽど体が弱ってるってことなのか。カカオ、確かにあなたは普段法で裁くことのできない悪人の命を奪い続けてきたのかもしれない。でもあなたに救われている人がいることも事実だわ。私だってそうよ。あなたに救われた一人だわ。私は何の罪も犯さず普通に生きてきたけど、今は違う。もう普通に生きることはできない。今ここで死ななければならないの。だから私の命を奪うこと、どうかためらわないで。もちろん、君の依頼を受けると言ったんだ。依頼はきっちり完遂させる。それがプロだからね。でも依頼料が払えないのが心残りね。そうだね。依頼料は君が作ってくれたチョコパフェで相殺しよう。君のパフェは本当に美味しかったからね。また作ってあげたかったわ。それは叶わない願いだね。僕たちはここでお別れだ。君は天国に行くだろうが、僕は地獄行きが決まっているからね。それなら私も地獄で待ってる。それまでにとびっきり美味しいチョコパフェを作れるように練習して待ってるから、また一緒に食べましょう。約束よ、カカオ。ああ、約束だ、アウラ。さあ、これで本当にミッションクリアだ。君はコピーとはいえ、命を宿した生物だった。天国とまでは行かなくても、地獄でその罪を悔い改めることだね。アウラ、天国で安らかに。僕たちは二度と会わない方がいいんだ。悪いが、約束を守ることはできない。ここでさよならだよ。速報です。少年少女連続殺人事件の犯人であり、脱獄犯でもあったカカオ・アルカラムが、紛争地の一角で死体となって発見されました。FBI の報告によれば、激しく争った形跡があるため、クロノス、なんで私よりも早く。はい、どなたですか？手紙て、え、お母さん、この手紙、クロノスの囚人仲間からって。なんだって、なんて書いてるんだい。あの人はお母さんに会うために脱獄したそうです。でもその道中で事故に遭って、それで。なんてバカな子なんだい。でもあの人はいつもお母さんのことを、そして私のことを思っていたと。せっかくだ、一緒に持っていけばいい。それじゃあね。やれやれ、これは一体どうなってるんだい、ガーナ。ごめんなさい、火薬の量間違えちゃったみたい。お願いだから、お仕置きだけは勘弁って。あれ、ねえ、どこ行くの？ひどい怪我もしてるみたいだし、一応見てもらった方が。悪いが、僕には行きたい場所があるんだ。先に帰っててくれ。いえ、もうこんなところに呼び出しといて。でも今回ばかりは言う通りにしてあげよっと。お疲れ様、お兄ちゃん。これで最終回なのね。なんだか悲しい最後だったわ。
本当だぜ。なんでカカオはアウラの命を奪っちまったんだよ。あいつアウラのこと大切にしていたじゃないか。おそらくですが、殺しやカカオアルカラムに特別な感情は不要。依頼を受けたならそれを遂行することがカカオにできるアウラへの選別と考えたのではないでしょうか。カカオが恋だの愛だのにうつつを抜かしているところは正直想像できないよな。カカオは俺が知る中でもトップ3に入るサイコパスだぜ。今そういうこと言うんじゃないわよ。ほんと空気読めないんだから。そんなんだからモテないのよ、この腐れゾンビ。そんなボロクソ言わなくたっていいだろ。いつかカカオだって恋するかもしれないでしょ。レンドラに出てほしいくらいだわ。そうなったらもう私毎週楽しみに見ちゃうわよ。それはまあコメント欄で黒猫ファミリーのみんなにも聞いてみようぜ。それにしても案内人さん、これでシリーズは終わりなの？続きとかって。残念ですが、このお話はこれでおしまいです。やだ。ご安心ください。また新しいシリーズもやりたいと思っているので待っててくださいね。やったー。黒猫ファミリーのみんなもこんなお話が見たいという要望があればぜひコメント欄に書いてね。今回の話が面白かったって人はグッドやチャンネル登録も頼むぜ。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。やれやれ、クタクタだよ。ん？これはガーナの仕業だな。うん、美味しいね。疲れが吹っ飛ぶようだよ。たまには気の利くことをするじゃないか、ガーナ。まあ、たまには余計なんだから。